しました。その時マイナス10位と残り1000です。ゆっくりしたペースで今 100m 線を過ぎました。内から3強ペアが行くようです。3番のエイシンブレーメンが行きます。そしてその後に2番ロードバクシンが早めに後位マーク。マイネルエクソンが今2番手単独で上がりました。7枠ゴシュズカンパスが行きます。これら5頭が先頭グループで、その後に7枠の春英ゼネラル、今日は谷川です。うちに11番のシンボリシャイアン、中団の後ろに有馬騎手です。カーレジェンダかかりながら4番トロットジーロ、その後方から5番のスカイボーランです。一頭大きく遅れまして、最後方から6枠7番の冬のカルーンです。ゆっくりしたペースでこれから第3コーナーのカーブへと向かっていきます。先手を取ったのは小脇剛のエイシンブレーメンです。このレースを引くのは小脇剛のエイシンブレーメン、リードは三馬慎です。8枠の10番マイネルエクソン、長島です。この馬に初騎乗、その外からちょっとかかりながら小林、7番のゴシュズカンパス、今3番手から2番手の外、これから5、6馬身を受けたところで3強ペア、現在4番手です。あとに2番ロードバクシンが再び4番手の外に上がります。その後には7枠のシュニエゼネラルであります。うちには11番のシンボリシャイア、さらにインコースから6枠のウジノカル、さらにまた6番インターレジェンダ、非常にゆっくりしたペースであと1周であります。メインスタンド前を過ぎまして、これから第1コーナーのカーブへと向かっていきますが、3番のエイシンブレーメンが大きく飛ばしています。この辺りはもう6マシン7マシンと差をつけて2コーナーのカーブです。ゴールまで800の標識を今通過いたしました。もう7マシンから8マシン、あれはそれ以上あるかも分かりませんが、大きく差をつけて3番エイシンブレーメンが飛ばします。さあこの辺りから長島の手が動きます。8枠の10番マイネルエクソン、これが2番手であります。ロードバクシンがまだ後方です。そしてまたインターレジェンダもこれをマークするようにして中段の後ろ、これから第3コーナーですが、ロードバクシンが動きますと、ここで有馬騎手の手が動く。6番のインターレジェンダであります。第3コーナーから第4コーナーへと向かっていきます。ゴールまであと300m であります。ここでの先頭はもう完全に8枠の10番のマイネルエクソンに変わっております。そのマイネルエクソンを追って、インターレジェンダとロードバクシンの2頭が並んで追い上げていきます。有馬と小牧太志、先頭は8枠の10番マイネルエクソン。さあマイネルエクソンを捉えられるのか。インターレジェンダ外から伸びてきた、伸びてきた、ぐんぐん伸びていくが、マイネルエクソンが粘る。